あー、そして今野選手は今ライドスルーをこなします。トップ2のギャップなんですけれども1秒590あります。そして2番手の清成選手と3番手の水野選手のギャップ、ここはですね1秒6ぐらいある計算ですね。ただその後ろです、4番手5番手が先ほど渡辺和樹選手にかわされた前田健介選手なんですが、ただしっかりとついていっているようでして、バックストレッチ終わって馬乗せのあたりでもそんなに離されてないですね。さらにその後ろ浜原創造選手をもしかしたら秋吉選手じゃないですね、これ渡辺和馬選手と浜原選手の今争いになっているんですね。6番手争い、ここもかなりこれ近い距離になっている。さあ3周目の周回、まだまだ序盤です。さあ先頭の野田選手なんですが、セクター1ではですね区間最速を出しながらライバルを引き離そうという走りをしている。トップ3までが試験を通過、そして4番手5番手がこの後